バイナリ空間分割、バイナリ空間分割、バイナリ空間分割は N 次元空間の次元長平面での分割を再帰的に繰り返し何らかの目的に適したデータ構造を構築する手法である。3次元コンピュータグラフィックスへの応用ではシーンを BSP 機、BSP ツリーと呼ばれる機構造による表現に変換する。もともとは画家のアルゴリズムのために シーンを全処理しておくことで効率を向上させる手段として提案されたものである。つまり、あらかじめシーン中に存在するすべてのポリゴンについて、ある一枚のポリゴンを根、ね、として、残りのポリゴンについて、そのポリゴンより表側にあるか、裏側にあるかという分類を再帰的に適用して、二分期に構成してしまえば、両側にまたがっている合わせには分割してしまう。描画するときには、 画家のアルゴリズムであれば、各ポリゴンについて、カメラ、視点が、表と裏のどちらにあるかに応じて、そのポリゴンより、奥側にあるものをまず先に来、後から手前にあるものを描けばよい。他にも、カナダドルにおける、図形処理、ロボット工学や 3D コンピュータゲームでの、衝突判定、その他の複雑な形状を扱う、コンピュータアプリケーションなどといった応用がある。 コンピュータグラフィックスにおいては、シーンを正しくかつ素早く描画したい。単純な方法として、奥側にあるものから先に描画し、後から手前にあるものを描画するという、Z ソートベースの画家のアルゴリズムがある。すなわち、背景から前景へと上に重ねるようにオブジェクトを描画していく方法である。しかし、この方法では、後で隠れてしまう部分まで描画するなど、 時間を浪費している面があり、またすべてのオブジェクトが正しく描画されるわけではない。Z バッファを使えば、画家のアルゴリズムでの描画順序決定のステップを省略してもシーンを正しく描画できるが、メモリを多く必要とするという問題がある。BSP 機はオブジェクトを分割することで画家のアルゴリズムで Z バッファなしでも正しく描画できるようにし、 オブジェクトを想作する手間を省くことができる。すなわち、簡単な気構造の操作によって正しい描画順序が得られる。また、重ね描きを削減するためのビザビラティリストなどの他のアルゴリズムの基盤としても機能する。欠点は、事前処理に時間がかかる点で、そのため BSP 機上で移動するオブジェクトを直接実装するのは困難であり、効率が悪い。 その場合、BSP 機と Z バッファを併用し、背景となるシーン上で、ドアやモンスターといった動くオブジェクトを Z バッファで正しくマージする。BSP 機は 3D コンピュータゲームでよく使われ、特にファーストパーソンシューティングゲームで室内環境を描画する際に使われる。BSP データ構造を最初に使ったゲームとして、ルームがある。 他にもレートレーシングや当たり判定に使われる。バイナリー空間分割は条件を満たすまでシーンを再帰的に2つに分割していく。具体的な分割手法は最終的な目的によって異なる。例えば当たり判定に使う場合、オブジェクトは容易に当たり判定できる程度にまで分割される。レンダリングにおいては各部分がつた角形になれば、 画家のアルゴリズムを使うのに十分である。分割面と交差する線や面は二つに分割されるため最終的なオブジェクト数は必然的に増大する。また最終的な機構造はそれなりに平行化されているのが望ましい。従って良い BSP 機を正しくかつ効率的に生成するためのアルゴリズムは実装においても最も難しい部分である。 三次元空間では平面を使ってオブジェクトの表面を分割する。二次元空間では直線を使ってオブジェクトのセグメント、線分を分割する。数は複雑な多角形を一連の凸多角形に分割するプロセスを表している。各ステップで多角形をより線分の少ない多角形に分割していき、G と F は 凸多角形になっているので、それ以上の分割が不要となっている。この場合、分割線は多角形の既存の頂点を通るように選ばれており、線分と交差していない。分割線が線分と交差する場合、三次元の場合、面と交差する場合、その線分、面は分割線、面で二つに分けられ、それぞれが別々の独立したオブジェクトの一部となる。 BSP 機の有効性は、その生成方法に依存するので、良いアルゴリズムが必須である。多くのアルゴリズムは、うまい分割を見つけるまで様々な可能性をテストし、場合によっては、バックトラッキングして、分割をやり直すこともある。そのため、バイナリ空間分割には一般に時間がかかる。BSP 機は、写真画像を表すのにも使われた。 BSP 機を写真画像に適用すると数百の濃度で数百万ピクセルの画像を表せるため効率的な表現方法として導入された。コンピュータビジョンや信号処理のアルゴリズムを使って BSP 機を構築する高速アルゴリズムも開発された。それらのアルゴリズムと高度なエントロピー符号と信号近似手法を組み合わせた画像圧法も開発された。 BSP 機は、例えば画家のアルゴリズムにおいて、レンダリング性能を改善するのに使われる。木構造は、任意の視点から、線形時間で、操作できる。画家のアルゴリズムは、視点から最も遠いポリゴンを最初に描画するので、以下のコードは、木構造をそこまで、再起的に操作し、ポリゴンを描画する。再起から戻る際に視点により近いポリゴンが遠い。 ポリゴンの上に描画される。BSP 機がポリゴンを小さな断片に分割済みなので、画家のアルゴリズムの最も難しい部分はすでに処理済みである。以下は背景から前景へと気構造を操作するコード例である。BSP 機は空間を格納度で2つの部分領域に分割していく。これに関連して4つに分割する4分目や8つに、 分割する8分期がある。ここで P は使われる分割面の数、S は形成される部分領域の数である。BSP 期は任意の次元の空間に使えるが、4分期と8分期は、それぞれ2次元空間と3次元空間の分割に特化している。これらと似ているが、任意の次元で使えるものとして、キロ D 期がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。